マドリード・コンプルテンセ大学は、スペイン・マドリード州マドリードのモンクロアイコール・アラバカクに位置する公立大学。8万6千人以上の学生が在籍している。マドリード・コンプルテンセ大学の歴史は非常に古く、ヨーロッパ最古の部類に属し、スペインにおいてはサラマンカ大学に次ぐ歴史を持つ。世界で最初期に女子学生に博士号を与えた大学の一つである。 大学の設立に貢献したシスネロス数奇教1293年5月20日、カスティーリアオサンチョ4世は、トレド大司教のゴンサロガルシア・クディエルに対して、アルカラデ・エナーレスに中世大学を設立するための直教を与えた。15世紀にスペイン王国の接生、数奇教となったフランシスコ・ヒメネス・デ・シスネロスは、この中世大学の卒業生であり、 大規模な土地を購入して多くの建物の建設を命じ、コンプルテンセ大学にとって最初のキャンパスを建設した。1499年4月13日、シスネロススーキ教は中世大学を正式な大学にするために、ローマ教皇アレクサンデル6世から教皇直書を取得し、アルカラデエナーレスのラテン語名であるコンプルテンセを用いた、 コンプルテンセ大学を設立した。16世紀初頭には、人文科学、哲学部、神学部、教会法学部、文献学部、医学部の5つの学部が編成された。16世紀から17世紀の間に、コンプルテンセ大学は、世界の学問の中心地の一つとなった。科学、人文科学、 政治学などで世界を代表する学者がコンプルテンセ大学で教弁を取ったり研究を行っていた。フランドルやアイルランドなどからやってきた外国人学生のための特別カレッジも設立された。コンプルテンセ大学は世界で最も早くから女子学生に博士号を与えた大学の一つであり、1785年にマリーア・イシドラでグスマン・イデラ・セルダに博士号を授与した。 例えば、イギリスのオックスフォード大学は1920年まで女性学者を受け入れず、ケンブリッジ大学は1926年まで女子学生に博士号を授与しなかった。1824年、フランシスコ・タデオ・カロマルでは、シグエンサ大学と合併することで、コンプルテンセ大学の規模を拡大させた。イサベル2世の知性の1836年、コンプルテンセ大学は、 アルカラからマドリードに移転し、名称をマドリード中央大学に変更。1970年代にコンプルテンセの名前が復活するまでマドリード中央大学として知られた。これに伴ってアルカラデエナーレスにあった校舎は閉鎖されている。1857年の直例によってスペイン帝国下で博士号を授与できるスペイン唯一の学術機関とされた。 1927年には、スペイン国王アルフォンソ13世が、マドリード中央大学の土地を確保するための直令を交付し、モンクロア宮殿に近い場所に、コンプルテンセ大学のキャンパスが成立した。今日ではこのキャンパスは、大学都市と呼ばれている。キャンパスの建設にあたって、マドリード中央大学の理事会は、ヨーロッパと北アメリカの権威ある大学を視察し、 両大陸の長所を組み合わせて建設することを決定した。北、アメリカにある19の大学に加えて、フランスのパリやリヨン、イギリスのオックスフォード、ドイツのベルリンやハンブルクなどの大学都市をめぐり、ハーバード大学、ペンシルベニア大学、パリ大学、ベルリン大学などが強く反映されている。コンプルテンセ大学行動1923年2月28日には、 理論物理学者のアルバート・アインシュタインに名誉博士号を授与しており、コンプルテンセ大学はアインシュタインに初めて名誉、科学博士号を授与したヨーロッパの大学である。1933年4月にはフェルナンド・デロス・リオス教育芸術大臣が科学部に付属するアルバート・アインシュタインインスティチュートでアインシュタインが教授となることに合意したと発表したが、ヨーロッパ全土で悪化する。 政治情勢によってアインシュタインが教弁を取ることはなく、アメリカ合衆国のプリムストン大学で類似する地位に就いた。フランコ体制末期には大学改革が行われ、1968年にはマドリード第二の公立大学としてマドリード自治大学が設立された。マドリード中央大学はマドリード自治大学との混同を避けるためにマドリードコンプルテンセ大学に改称された。 1971年には、マドリード・コンプルテンセ大学の工学分野と建築学分野が分割されて、マドリード工科大学となった。アルカラデ・エナーレス市にある古い大学建築物には、マドリード・コンプルテンセ大学を分割する形で、アルカラ大学が設立された。現在のコンプルテンセ大学はスペインで最も規模の大きな大学であり、 2004から5年度には9万1598人の学生、約9500人の職員、6000人以上の教員が在籍していた。年間予算は5億ユーロ以上に上る。80近くの専攻、230の学位、221の博士号プログラムを提供している。30を超える図書室があり、200万冊以上の文献を所有している。 特に9万本以上の歴史的文書を所有しており、さらにヨーロッパ有数の映像資料のコレクションを有している。コンプルテンセ大学の卒業生では民主会後にカルロス・アリアス・ナバーロ、アドルフォス・スアレス、ホセ・マリア・アアスナールの3人がスペイン首相を務めた。スペインの首都マドリードに拠点を置いていることから、コンプルテンセ大学はマドリードにある研究機関に対して 多大な支援を行っている。医学部はサンカルロス大学臨床病院、グレゴリオ・マラニオン病院、10月12日病院を運営しており、その他にも多数の専門病院を運営している。情報学部の教員の多くは元ジャーナリストであり、情報学部はメディアと良好な関係を築いている。カルメン・マウラ、サンティアゴ・セグラ、 アレハンドロ・アメナーバルなど、コンプルテンセ大学出身の映画人も多い。情報学部は、各月間の新聞、ザ・ゴセタ・コンプラテンスサを刊行しており、1日12時間、放送のラジオ局、ラジオ・コンプルテンセを運営している。エルムンド氏は、コンプルテンセ大学について、スペインで、最も権威ある、学術機関だと広く考えられているとしている。一貫して、スペインで、 トップクラスの大学に位置づけられており、学術会、文化会、経済会、政治会などに多大な貢献を行っている。卒業生には著名な哲学者、著作家、科学者、歴史学者、軍人、政治家、指導者などがいる。卒業生には、ノーベル賞受賞者7人、アストリアス皇太子賞受賞者18人、セルバンテス賞受賞者7人、欧州委員会委員、 欧州議会議長、欧州評議会事務総長、欧州中央銀行理事、北、大西洋条約機構事務総長、ユネスコ事務局長、国際通貨基金専務理事、スペイン首相、スペイン国王がいる。ありがとうございます。